なんかタヌキの期間長くない？そうこうしているうちに世の中はいろいろ動いているぞ。よろしくお願いします。まあこのゲームはあれですよ、僕病み上がりじゃないですか。それぐらいの落ち着きを持って戦うぐらいがめちゃくちゃちょうどいいと思うんですよ。よし行くやで、行くやで。あかー、おっと怖い怖い、あっぶ当たってたぜ。コイン落としたらもう勝ち目なくなるぜ。落ち着け落ち着け、落ち着くんだろ落ち着くんだろ、今日は落ち着くんだろ。敵だらけじゃん目の前、えらいこっちゃやで。それなのに僕のこのアイテムの質の低さは一体。一個使います、もう一個使います、さらにもう一個使います。うい、アイテムが止まらねえな。さあ無敵ちゃんだ。さらに僕はコインを最大に持っている。うおブエブエブエ、くそ、やっぱアイテムが止まらない感じの引きだなこれ。打たねえよな、打ってくんねえとしんどいな。うわー、しくしょー、ここでアイテムなしか。1位は無理そうじゃねこれ。どえー、なぜなぜなぜ落ち着いてレースするんですよね。はい、いやートリプルアタックはきつい。しかも1位はさすがにもう手の届かないところにいる。くそ、アイテムが止まらねえし。ほれほれ、おお、よきやがったうーん、にしてもアイテムが止まらないってのはきついよな。つまり1位逃げ切りかな。でもそんなに平均レートが高い部屋というわけでもない。この部屋の特徴を生かさせてもらおうか。さあ、ニンニン道場、僕が勝てなさそうなステージですわね。よろしくお願いします。まあ、勝った記憶ねえからな。何弱気になっとるだ。さあ、小手先のテクニックはいらねえ。いっていっていって、よしよし、なんか今サンダー撃たれたような衝撃を受けたぜ。まあイマジナリーサンダーだったわけですけど、にーんもうちょっとなんかあるだろなやその適当な返しは。まあ怒りだけは伝わってきた。あーもうにーんに、まあコイン集めましょうか。よし上から行くよ。ここ意外とショートカットむずいんだよな。隠れちゃおう。さーて、赤一つ、緑いっぱい。うえ、関わりたくねえ。おっちゃ、おっちゃ、よっしゃ、みんな不幸になるがいい。ここ絶妙にな、引っかかるような配置してんだよこれ。最後のカーブ、しかねえぜ。こっちのルートなんだかんだあんま通らねえんだよな。俺落ちろ落ちろ
なんか2位やで、なんか2位やで、1位絶対無理やで。これ2でええわ、2でええわとは大きく出ましたな。ねえ、よし。え、うそーん、うそーん。2位でええわって言ったのに、まあええわ、3位でもええわ、1位以外全部一緒っすからねこれ。まあビリは取らないんで、マックスよ、お前よ、マックスよ。リボンロードよろしくお願いします。にしても1位早かったな。勝てるのかな。1位、マリオカートで1位を取ることって実はものすごくハードル高いのでは。いきます。このな、緑に当たるだけでな、人生卒業してしまうからな。よし、おいおい、ブリ、よし、砕け散ってねえな。しまった、前方不注意だ。うおわ、ふ、前から食らったので後ろからの一撃はまるで効いとらんわ。ふ、ノーダメージだ。さあ試合の流れがなんか分からなくなってきたよ。ひどい、これは悪くない、いや悪い流れですねこれ。間違いなく悪い流れですね。アイテム活かせる位置だったのにな。まあでも1位の距離はそんなに離れてない。おい、どっから当たった。せっかく、せっかく集めてたのに。踊り狂っているところ悪いね。何？まあ僕が被弾しなかっただけ、プラスに考えましょう。1位はデイジーか。うえ、なぜ。即打たねば。1位にこれ以上好き勝手やらせるか。オンドリエ、しゃ、まあ5位か。ちょっとな、もうちょっと欲しかったな。人数減っとるがな、危な。こんなん気がついたら、あれ再開じゃねがあるやん、怖い怖い。ヨッシーサーキット、これ前回1位逃したコースだよね。よろしくお願いします。いくぞ。いいよ、くれてやるよ。ただインコースを突くだけ。いてぇ、ただインコースを突くだけなのに、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ。さあいきなりコインゼロスタート。わー、取れなかった。もうあれ再開じゃねこれ、やばくね。やべえよ、人数少ないままじゃん。勘弁してくださいよ。よし、落ちろ、おれ、くそ、キノコ取れない。ビリではないんだが、かなりかなりビリですねこれ。隠れる、おっぶ、嫌なところに置くな。順位はそんなに上がってない、このままじゃまずい。じゃあ僕は隠れる。いいね、
まあ最下位は防げそう。志が低い。あとはトゲ像の1個でも来てくれたら痛え。俺じゃねえ。クソ、お手本のような。お前も落ちろ、お前も落ちろ、ヘイジューン落ちろ、ヘイジューン、ヘイジューン。まあなんとか踏みとどまりましたが、1 ここ勝ちてーよ。人数少ないってのがな、いいのか悪いのか。さあスノーボードだ、よろしくお願いします。後ろに人いるかどうか見とこう。まあまあおらんやんけ。くそ、綺麗に全部取っていきやがる。よし、綺麗に取れた。悪くないよ。うい、なんかえらい順位落ちたけど。あっ何やっとんや。うえ、もうやだ、もうやだ。後ろに2人いる。よっしゃ、下を見て喜ぼうぜ。自分より下の存在を見て安心感得ていこうぜ。だけどもうこのコインの量はもう地獄と言っても過言ではない。落ちろお前、もう一回。よしよしよし、ドゥエー、もうやだー、許して許して、やべえってマジで。どうすればこれ、どうすればいいんだ。かなりやばいっすよこれ。うい、サンダー読みだー。いや読みじゃない、頼むからサンダー来てくれ。俺はそれを祈っているだけだー。もう来なくていいぞ。まあ最下位じゃないんだろうけど。おお、うめえ、前からけど。まあ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 、ひでえよ。なんか最下位じゃないだけでもうこれひどいよ。覚えてろよ。でも他の2万超えのジャパニーズもひどい目になってるから、やっぱそう簡単ではないね。さあ最終レースといこうか。もう疲れた。僕今日三動画の録画目だからね、疲れた。やるぞ。ぷっぷー。まあでもマリオカートはね、まあ結局穏やかに喋るとはいかないけど、気楽に遊べるいいゲームだね。気楽？まあ。そのバナナ超うぜえんだよな、マジ。とりあえずこの1位にへばりついて、コイン集めて穏やかに行きますか。よし、当たった。目の前の人、ユキリンさんがどれだけの防御アイテムを携えて前に出てるか。なんか勝手に落ちた。困るな、こういう道は。俺、覚悟何も決まってねえのに。でも、このまま逃げ切ったら勝ちじゃね？ついに、私にも春が来た。よし。あー、前方不注意。ほら、ほら。ちょ、うえ
ほら地獄じゃんもううえ全てを失った。あー前方不注意からもう皆さんもちゃんと運転するときは前見ましょうね。マリオカートぐらいだよな後ろを見るべきなの。まあでもどっちにしろトゲ像は通ってたという、僕は防ぐことができなかったからね。あんまり流れは変わってないのかもしれない。おっぷ誰か踏んでくれよ俺のバナナ。もうちょっと緑怖すぎる。いけどうもいって言ってよ今のはひどすぎる。くっそよっけれねえ。あっちょっえびっくりしたこれで再開かと思った。ちょっと待って、わーいつの間にかこんなに人がいっぱい。というわけで、いやーやっぱあの坂道のところの爆弾マジで怖いわ。ありがとうございました。